俺たちやってまんねー。皆さんこんばんは、青井翔太です。安田大サーカスのクロちゃんです。本当に我が家ズボクラです。 SK48 の須田あかりです。久松郁美です。渡辺舞です。よろしくお願いします。この番組は声優、芸人、アイドル、モデル、女優、追っかけと様々なジャンルのタレントが他のジャンルのタレントたちと組み合わさってトークをしていく番組です。はい、今の翔太くんだよね。はい、僕そうですよ。今のところは翔太さんが呼んでくれたけど、最初おかしかった、おい翔太ですが。本当ですか、うん、なかったよね。なかったですよね。本当に聞いてる人ややこしいからね。分かるよ。キャスティングされてたぐらいでもそれはまあ分かってよ。本当にずっと噛んでたじゃん。最後はたどり着いたよ。ギリギリ本当ね。今日すいませんね、なんでこんな滑舌悪いかって言ったら、うん、罰ゲームばっかりずっと今日一日中やらされてたから、ちょっとね滑舌がおかしくなってるんですよね。ちょっと回らないというそうなんですよ。だから本当なでなでして嫌だ。ここでは何する何するここでは何する何する。喋らないってことにしましょう。こういう特徴があるのに。はい、ということで、はい、まあまあ3回目になるんですか。3回目ですね。はい、ね、冒頭のトークは限定式となっております、うん、匿名で書かれましたそのそれぞれが喋りたいトークタイトルがございますんで、うん、はい、全員で選んでちょっと気になるなーって。雑じゃない。いや、慣れてきたんですよ、慣れてきたんですよ。さっき3回目ってのちょっと忘れてたじゃん。あ、本当ですか、うん、ちょっと皆さん選んでいきましょう。すごい。今日結構気になるのあるんですよ。え、僕も気になるありますよ。どれ一個だけ気にならないのがピザが食べたい。これが一番気にならない。なんでなんでってことあれ私全然気にならない。いいや、この話はなしに。もうバラすんだね。ひどい。今気になって言っちゃった。なんだろうな。食べたかったんだもん。ついてんだ。まだ3回目だし、うん、みんな誤解してるっていうのをちょっと聞きたいよね。だもしかしたら誤解したままずっと4回目5回目いっちゃうかもしれない。確かに何を自分のことか。あ、そうかも、うん、そうかも。そうですね。これ誰ですか。誰はい、青井翔太です。最悪。違うかよ。うわ、変ななってちゃった。変ななってたじゃないから。罰ゲームじゃないから。これえ、何いや、誤解してないですよ。大丈夫です。いや、誤解、いや、それは解決しないから。違います。ほら、本当にさ、みんな誤解しててさ、はい、なんかね、最近僕、ツイッターとかずっと炎上してますけど、うん、なんですけど、別に僕悪いことしてないし、うん、なんかもうよくわかんないですけど、なんか、うん、一緒にご飯食べるとなんか炎上するとか言われたりもするし、うん、なんですけど、本当は、なんかその、あ、自分がね、その、嘘ついてるとかよく言われるけど、嘘ついてなくて、はい、たまたまね、文字数がツイッターとかって足りてないじゃないですか。141文字とか少なかったりするじゃないですか。はい、その中でね、書けることが決まってるから、うん、その中で文章力もなんか書きすぎるとね、ちょっと下手だなと思われたら損だから、うん、学歴もね、うん、結構あるので、はい、2年浪人して短大入ったので、大学行ったのと変わらないんで。変わるわ。変わりますよ。全然違う。そこから大学に編入したからね、大学行ったのと変わんないからね。変わる変わる。まあなので、うん、なので、やっぱそれでね、その、今食べるものをこれだって決めた時にそれをね、書いたりするだけなんですけど、うん、足りてなくて後でね、食べる時もありますけど、うん、けど別に隠してるわけじゃないから、うん、で悪いこともしてないのに、こんなに炎上する必要ないじゃんっていうのを。でも、クロちゃんもちょっと仕掛けてるとこあるでしょ。仕掛けてる？ちょっと炎上させようみたいな。わざと。最近それで仕事が増えてきてるのもあるから、そうそうそう、ちょっと味を占めて、持ってたりしません？わ、うん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 、食べちゃいけないのにこれ食べ、ま、一応乗せちゃおうみたいな。いや、本当にめちゃくちゃ文句くるから、なるべく乗せないですよね、本当に。本当に文句くるから。あ、そう。そうなんですよ、本当に、うん。ちょっとしたことでやっぱ。ちょっとしたこと、それこそ本当に朝から。悪いことしてる時もあるでしょ。してる時もある。してる時もあるってこと。この番組のなんかツイッター告知してた時も、女の子に全部みんなにちゃんつけて、はい、僕と翔太くんには呼び捨てだったっていうのを結構なんか炎上して、それはわざと悪いことではないけど、別に。違うんですよ。じゃあ全員呼び捨てだったらそれでいいよね、翔太くん。そうですね。うん。なぜ？いや、違うんです。女の子にね、先に、ちゃんっていうのを入れてて、うん、で、男の子も入れようと思ったんですけど、うん、忘れちゃったの。あれスーパーとかあります？
忘れたとかあります？だって忘れたとか、あとまあ男の子はもう仲良くなったと思っちゃったんで、もうだからもうタメ口いいかなと思って。仲良しなの。基本的になんか女子を意識しすぎなんですよね、多分。あ、なるほど。女子に好かれたい願望が。それが多分、フォロワーとか見てる人は腹立ってくるんじゃない、うん、だから炎上するんじゃない、うん、基本腹立って炎上するって何やつだ。ムカつくんだよね、多分黒ちゃんって。いや、それこそね、なんかお風呂で、お風呂でなんか朝スムージー飲んでるだけで怒られたりとか。だから僕ら知ってる人は別に黒ちゃん悪い人じゃないってわかるけど、うん、そうそう、知らない人は、やっぱりちょっと写真と文章だけだと、そうなの。なんかこいつ腹立つなって思っちゃう。いや、だから、この、誤解してるってこと？そう、だから坪倉さんとかも、うん、このみんなにね、黒ちゃんはそんな人じゃない、優しいんだよっていうのを、いっぱい言ってってほしいなと思って。一組か見て優しいって思う、うん、どう、なんかあんま控室とかいても、あんま黒ちゃんと目合わさないなって感じなんだけど。目合わさない？なんか愛想笑いしてるなっていう黒ちゃんの話に。優しいと思いますけど、うん、なんかちょっとなんか、あんま絡みすぎると、私まで炎上しちゃうかなって。形勢含んでないからすいません、ごめんなさい。あの、オープニング終わりです。なんでこれ6個テーマで1個しかいけないの？しかも解決しないからね。そうね、また、みんなでやっていきましょう。